連邦連盟公認デモンストレーションチームによります女性の単独連邦をご覧いただきます演武者は東野奈良です受験者の皆さん安座してください勝利事件法連盟振興普及部長荒井翔司同じく連盟職員の谷里志秋元康介ですそれではここでですね勝利事件法の基本を一つ一つご覧いただきながらその後で少しご説明をさせていただきたいと思います勝利事件法は護身術としての武道でございます、よってですね同じ攻撃でも、ついたり蹴ったりで対処したりする場合もあれば 抜いたり、それから今ご覧いただきましたように逆を取ったりして対応する場合もございます。
外押し受けよりと押し受けないで。2連突きに対して引き点1と受け投げ。 相手の腕をねじりまして、こういう逆の形を作って、
決めている、こういう技術、これが押し込まれた時には肩胸を落としているわけ、逆に引かれてきます。引かれましたら相手の方へ入って、同じようにねじって手首を決めて倒します。で最後は当てに乗って倒します。このような逆技が少林拳法では数多く組演部演武者は少林寺拳法連盟公認デモンストレーションチーム上杉、吉木、東野、奈良です。よろしくお願いします。以上で、総理事憲法の演武披露を終了いたします。